oli se, että ei yhtään mitään. Tää aikaa päämajassa. Soitsura o korosu no ka majima. Atarimai. Koitsura ga oru kageri ano ku wa itsu made mo nerareru ni. Zenbu shimai ni suru ni wa koko de korosu shika nai yaru ni. Korosu ni. 俺がこいつらを誠の代わりに彼女がそれを知ったら苦しむだろうな。何？感謝するかもしれん、謝るかもしれん。だがいずれ彼女は必ず苦しむ。冴島大我が18人殺した罪を背負った時のお前と 同じ苦しみを味わうことになる。彼女は自分の手が綺麗なままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだとそう気づく。自分のために人殺しになった者へ償う方法はこの世にない。お前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か？ こいつら殺してもあの子を救うことにならん言うんやったら どないせっちゅんじゃ。もう終わったんだ、真島。牧村誠は意識を取り戻した。今、風間組の柏木たちが病院に移送してる。誠が意識を、何言ってる。女が生きているのか。絶対こうだよね、ついたばした。 バカな。それじゃ、殻の一粒は。あの土地はどうなった？堂島さん、殻の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんが。何？堂島組の時代は 終わったってことです。神室町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東条会の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。 問いとねたるビーターン、あれっきり言ったまん。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。いいよ、もうまっさ。堂島の急所を握る生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅんか。俺はそこまで甘くはない。 その殺し屋の身柄は日教連で隠し持つ。東条界最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。 よくこらえたな、真島。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。余裕はあんたも。
俺を栄養に利用したっちゅうわけか。だった。島野の親父と同じように。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父島野に一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東条会を裏切ったけじめをつけさせろ。何やと。佐川、島野の兄弟に会いに来たのか。親父おるんやろ。話があるんや。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長。近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。残念やったな。ペロッと殻の一つば日教連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことや。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。なあ、楽しかったよな。なんだかんだ言って俺ら。No, 俺ちゃばはねくだ。ピルチャパイ。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。面白いな、巡り合わせってのは。真島、親父、日教連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東条会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一つぼを近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしいと。はあ、そんな話ようのこのこ言いに来たな、真島。セラは親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。せやったらお前わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ、ただ一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。これがわしの答えや。セラに言うとけ。殻の一つぼも近江の本部長も
わしには何の関わりもない。お、親父。お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら、目先のことだけ考えとったらええ。テレビのドレスだよ。せやけど、てっぺん取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん。三日天下やない、ほんまの天下の取り方をな。風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、真島。ふん、ei ole hirveän hyvä loppu tälle. Tikas ja seuraavissa peleissä on, ne on itse asiassa sijoittuu paljon aikaa edelle. Sainan datta Nadojima. Awano gashi ni Kuze to Shibusawa no satsu ni pakurareta. Aha. Kazama ga musho kara modotta tokoro de今の堂島組は、カムロ町の再開発どころじゃねえってことか。会長代行には、ご心配をおかけしております。気にすることはねえ。うん。それより、俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある。承知の通り、先代が亡くなって以来、登場会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った。同時に長らく本家若頭の座は空白だったが、この堂島からも強く押されてな、空席を埋めることにした。カーニンカプテーニ、日教連の世良総裁を東条会本家若頭に指名する。後見人は堂島だ。他直系組長からも多くの指示があった。世良には本家若頭として引き続き堂島が手放したカムロ町再開発計画の面倒を見てもらう。そろそろ俺の出る幕もしまいだな。Ihan hyvä pesti tolle tuli. Poliisi sai tän kiinni. Eiku tää, tää, niin tää meni. Joku kitana. Samaa tapaamaan. Sumanakatta. Kuroo kaketana.今日はおやすさんに報告したいことがあって来ました。多分おやすさんは俺の言うことに反対します。それでも俺は、うん、そうか。おやすさんには俺がこれから言うことを
わかるんですね。いや。ああ。だが、できるのか、カズマ。覚悟は、できてます。ja takaisin ja kutsaa sitten. Erilainen paita tällä kertaa. お、キリュウ！お前、どういうことなんだ？ちょっと、錦山くん。急に大声出さないでよ。お前、堂島組に復帰したって、マジか？ちょっとかい。え？今日、風間の親さんの面会に行ってきたんだろう？復帰のことも話したのか？さっき、風間の親さんには、このまま仇に戻れって言われた。親さんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を立花に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。え？俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。はあ、そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。わかんねえ、わかんねえけど逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道がそいつのやるべきことっていうか、やつらみなそうしてたんじゃないかな。で、そいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って、俺は俺の極道を行くさ。風間のおやっさんとは違う、俺だけの極道ってのをな。おまっていいね。あれ、お前いつもの一丁らは。ああ、この前これ見かけてさ、気に入ったんだ。おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ、それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか。らしくねえか。うん、でもらしさってのは自分で決めるもんだろう。あのなあ、
けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたってバチは当たらねえぞ。いや、俺はこれがいい。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。ああ、俺が決めた。これで始めたいんだ。分かったよ、知るか。じゃあ一生来てろ。いや、ありがとうよ。なんだよ急に。勝手に大人ぶりやがってよ。錦、俺お前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返すぜ。何言ってんだお前。そうか、じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。はあ、おう。カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。てめえ！てめえ！ほら行くぞ。いいな。なんだそのヘンテコなジャケットは。グランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだ。ほっとけや。俺は決めたんや。何が正しくて何が悪いか分からんこの街で、誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。ベネタタソピア。お前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたいときは連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い身だ。いたばとる。せいぜい死なないように頑張ろうぜ。ふん、あんたは死んでも死なんやろ。そうだな。ほな、またな。大きにやで、佐賀。は？何言ってんだお前。あんたは何があっても諦めへん執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで、真島五郎っちゅう男の生き方に。好きにしろ。
の世で待ってるぜ、マジマちゃん。やはあ、ずいぶん早いお迎えだね。さ、俺も行くか。なあ、sille kävi huonosti。No joo, joku tosta joutuu edes vastuuseen。もう構わないで。話くらい聞いてくれたっていいじゃん。ねえ、君らもお金好きでしょ。女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよ。しつこいです、いい加減にして。そう、カリカリしなさんなって。そうそう、お茶でも飲みながらさ。さあさあ。いた、やめて。あんたちょっとやりすぎじゃねえか。こりゃ障害っつんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く、その代わり私一人で。面白え。よし、お前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。この甘、下手に出てりゃ息になりやがって。あ、兄貴。どうです、こいついい女でしょ。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ。あ、天下の魔人。え、君はここに。先生、でも。あ、先生。あ、あんた、誠さんに何する気だ。あ、違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人は助けてくれて。これがいいショット。お前の女か。いや、彼女は私の患者だ。なんや先生って、医者かいな。惚れとんのか。な、何？どうなんや。何よ、急に。そのげんこつがそう言うとる。でも男が一旦げんこつこしらえたら、そのけじめは取るもんや。どうなんや先生。お前、彼女に指一本でも触れたら。喧嘩なら相手が悪いで。あんたは人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は
喧嘩だけやないけじめつけてくれや、俺のためにも。あんたの？ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。でどないやねん、惚れとんのか惚れとらんのか。愛している。医者としてではなく一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない、彼女に話したことさえないが。なら早よ言うてやらんかい。ねえ、そばでちゃんと見とけや、うん、しっかりせ。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ。何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、あの、そうだ、今から少し話する時間ないかな？え、はい。Kaikki menevät takaisin Jakutsa elämäänsä. Okei, tähän loppu. Okei, tämä ilmeisesti selittää noiden aikaisempien Jakutsa-pelien niinku taustoja. Mutta tämä oli aika pitkä. Oli aika paljon tappelua. Jonkin verran karaokea myöskin. Hirveän määrä pikkupelejä. Ja sitten tämä umpikierrojuoni. Mutta että aika kivasti ne käytti aikaa sen tilanteen purkamiseen tässä lopussa. Et tietysti puolet pelistä melkein animaatioita, mutta että joo. Käsittämätön määrä noita pikku sivupelejä. Kyllä niin. Oli ihan mielenkiintoinen kokemus, äärimmäisen hyvä peli. Ja tätä tuli hetken aikaa sitten jyystettyä. Mutta että hyvin japanilainen. Se on hyvin mielenkiintoinen myös sikäli, kun on erilainen kulttuuri kuin mihin nyt tottunut, eikä ole jenkkiläinen peli, niin logiikka voi olla vähän erilainen ihan sitten ympäristökin. Joo, sanoisin kyllä, että oli ehdottomasti hyvä peli. Thank you.
全部終わったよ。もうだからゆっくり休んでね、お兄ちゃん。私ね、たくさんの人に助けられた。リーさんやキリュウさん、セラさん、本当にたくさん。でも一人だけまだお礼を言えていない人がいるの。ずっと一緒にいたのに、その人の名前も知らない。顔だっておぼろげにしか見てない。本当ダメだよね、私って。お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか。ごめん。私の、ありがとう、ありがとう。キリュウちゃん！